山口敏太郎日記です。2日ほど前ですか、僕はこの、公開日記ですね、ベッキーとゲスの極み乙女の川谷絵音君の不倫騒動についてコメントを出したんですが、3通ほど脅迫をいただきました。ありがとうございます。どんどん脅迫してください。それらの処置は取らせていただきますので。そんなね、本来、例えばベッキーのファンなのか、川谷君のファンなのか、僕知らん、ベッキーさんのファンなのか、川谷君のファンなのか知りませんけども、そういうことをしてる暇があれば、本来のファンならばですね、まあ、彼女を彼に、もうちょっと CM とかスポンサーを背負ってるという自覚を持つように説いてあげるのが本当のファンではないでしょうか。非常に悲しく思いますし、残念なファンなんだなと思います。僕はですね、作家としてデビューしたのは29で、今49でもうデビューしてから20年以上経ってるんですけども、39歳まで、サラリーマンをやってました。だから29から39まで10年間は、サラリーマンと、作家の兼業をやってたわけですね。まあ、途中その間5年間大学院に行ってますから、三足のわらじを履いてたんですが、サラリーマンってね、大変なんですよ。だから僕大学出てから17年間サラリーマンをやったんですが、自分の責任じゃないのに責任を取らされることがあるんですね。これ今各社の広報部で広報部長とか、CM 担当の課長とかですね、ブッキング担当をやった、次長とかですね、あるいは CM 制作担当係長とかがね、軒並み処分されてます。減俸処分。まあ、厳重注意処分とかだったらいいんですけども、中には減俸処分とかですね、あるいは左遷が検討されてる人います。サラリーマンの気持ちがわからないんですね、タレントさんっていうのはね。どれだけ大学出てね、もう20年も30年もね、努力してね、大企業の本社まで上がって、そしてやっと広報課長になった、宣伝部の係長になったとかね、広報部の課長になった人たちが、たまたま CM に出てたタレントさんの不祥事で、厳重注意、あるいは減俸処分、最悪によっては左遷人事ですよ。来年の3月の人事で左遷人事になる人は何人かいるってな感じになってきてるんです。で、減俸処分の検討も各社入ってますよ。まあ、サラリーマンってそういうもんです。たまたま自分が広報部、宣伝部、あるいはですね、総務が兼務しているところもあります、 CM 関係をね。その担当が自分がたまたま当たっただけなのに処分されちゃう。それはサラリーマンの運命であり、運なんですけども、そんなね、何て言うんだろう、番組制作者とファンに謝るだけじゃいけないと思うんですよね。もう各スポンサーに謝ってもらわないと。だからファンがね、その何て言うんだろう、川谷君やベッキーちゃんをね、僕が批判してたりすると、それに対して脅迫してくるとか、そういうことじゃないんですよ。それじゃなくて、あなた方が例えば楽曲を提供している CM ソングの CM にお金を出した、その企業、その CM が担ってる企業のイメージ。で、ましてや株価だったら株主が何十万人もいるわけですよ。これ、ベッキーちゃんとね、川谷君の絡んでる CM の企業の株主ってもう膨大な数ですよ。その人たちの資産がね、下落してるんですよ。資産価値が下落しているって、どれだけ経済的損失を与えてるかっていう、そういう論旨がね、全然どの番組でもなされてない。もっとですね、社会人、タレントである前、芸能人、有名人である前に、社会人として CM に出るということがどれだけ大変なことなのか、その CM の担当している企業さんのセクションの人たちの運命、例えば広報部の課長とか部長とかの家族まで含めて、何百人の人たちの運命を背負ってしまうことになる。一生懸命学校で勉強して、一生懸命会社に入って、ようやく本社の CM 担当まで上り詰めた人たちの人生がパーになっちゃう。左遷されて系列会社に飛ばされたりですね、あるいは全然自分が不慣れな部署に回されたりする人もいるわけですよ。
その人たちが努力してきた何十年の人生をパーにしてる、そういう責任があるか、そういうふうに考えないといけないんですよ。どれだけサラリー日本中のサラリーマンが今回の事件で巻き込まれて振り回されてるか、どれだけ多くの株主が資産を下落させたか、それを考えればこれはもう経済的な大スキャンダルです。大したことないなんてちょっと下水バカが僕のコメント出してましたけど、大したことないことじゃないですよこれ。経済損失は本当に何十億にもなりますよ。どれだけ株価が落ちたのか、これ責任取らなきゃいけないでしょ誰かが。これどうするんですか。全くあれですよ、落ちどこない。たまたまその時に CM 担当係長だった、あるいはブッキング担当の次長だった、あるいは広報部の部長だった人たちがですね、左遷されて人生がパーになるんですよ。その家族が今大学行こうとしてたらどうするんですか。その家族が病気だったらどうするんですか。左遷されたり、最悪は系列会社に飛ばされたりクビになったりしたら誰が責任取るんですかこれ。で、株価の下落、日本経済が起きる損失ってのを考えなきゃダメですよ。芸能界だけの問題じゃなくて、これは本当に社会全体で考えなきゃダメだと思います。